にちは、旅っぽ学生スタッフのあかねです。今日は福岡名物ラーメンの美味しいお店について調査していきたいと思います。今日見つけのラーメン屋さんを一つ教えてください。この辺だったらですね、うなりうなり、おお。ありがとうございます。行ってみます。自分は金虎のとこですかね。つけ麺のとこが自分好きです。こまちゃんラーメンっていう豚骨屋のラーメンがあるんですけど、九州ってやっぱりこう本当の豚骨、あ、醤油豚骨が、ね、結構好きですね。パルコにあるトリエルっていう担々麺屋さんが美味しいです。普通の汁、マリーナイスが例えば汁なしの担々麺が美味しいです。川端商店街にある豚骨屋ラーメンのこちらです。うわー、一に双子の豚って書いていいですか？ OK、ありがとうございます。一行者です。1号車、何系ですか？いや、結構バリバリ豚骨。めっちゃ嬉しい。ゴリゴリの豚骨ですね。まあ王道で言ったら一風堂か、それこそまあ同じ大名の方に行ったら志原っていう、ひらがなで志原。6種類ぐらいまあメニューがあるんですよ、出汁が。自分結構マジこってり系が好きなんで、もうがっつり抜け系みたいなのがあるんですよ。女性はまた別のがあるんです。さっぱりしたやつ結構おすすめです。長浜に、はい、元祖ラーメンあります。元祖ラーメン。元祖長浜屋っていう。ああ、はい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 。やっぱ長浜ラーメン。これあれが一番。元祖ラーメン一番僕は好き。有名有名、確かに。大砲ラーメン。人いっぱい並んでるし、はい、トーストの匂いが美味しそうです。大重食堂っていうラーメン屋さん。特徴が2つあって、1つがサイフォンっていうそのコーヒー入れる時とかに使うあれで目の前で調理してくれるっていうところと、もう1つは7つの出汁を使っているラーメン。すごいオリジナルのラーメンなのでおすすめです。長丸っていうラーメン屋、はい、あんまり知られてはないんですけど、そこがめちゃめちゃうまくて、やっぱ知る人ぞ知る人ぞ知る、多分みんな行ったらめっちゃ好きになる。お味はどうですか？豚骨ベースですけど、こってりしすぎてなくてとても食べやすいです。おすすめの食べ方はこのタレをかけながら食べることです。美味しいです。はい、今日は元祖長浜屋さんに来ました。タレをかけて食べるとまたより一層違った美味しさが出てよかったです。また来させていただきたいと思います。この動画をいいと思ってくれた方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。